当然私が総理大臣になるということであるならばそうなります。で、私が言ったら迷惑系 YouTuber と同じ扱いを受けるっていうね。で、あいつ被災者のカレーを奪って食べたらしいみたいな話になって、違う違う、で山本がカレーにしたのが最後の一食だったと。で、その後ろの被災者の方が食べたかったのにとこう泣き崩れたみたいなね、もう鬼みたいなやつだみたいな話が広がっちゃってるっていう、ちょっとストーリーだいぶ変わってるんですけどみたいな。被災者の皆様が一日も早く元の生活を取り戻せるよう先頭に立つ。遠く行き過ぎてもう姿見えませんよ。どこ行っとんねん。アメリカ行くって。アメリカ行ったって。残念ですね本当に。台湾の地震ですごい向こうの国やボランティアがすごく迅速な素晴らしい対応してるなとは思ってるんですが、日本で唯一政治家で迅速な対応したのは山本太郎さんだと思ってるんですけど、なぜかすごい批判がものすごくて、なんかこう理不尽な、なんか悔しい思いしたんですが、もし、山本太郎が日本の総理だったら絶対台湾みたいになってるんじゃないかなと勝手に思ってるんですが、どうでしょうか。ありがとうございます。台湾の台湾政府といいますか、台湾で地震があった時のその行政側の動きの速さですね、素晴らしいと思います。で、私たちは日本で日本政府の災害対応を見てるから、それと比べちゃうからむちゃくちゃすごいなと思っちゃうんですけど、それ普通やろっていうぐらい の形にしなきゃダメだと思うんですね。当然私が総理大臣になるということであるならばそうなります。で、どうしなきゃいけないかってことなんですけど、さまざまな省庁ありますよね。厚生労働省だったりとか環境省だったりとか、いろんな省庁があって、それぞれ縦割りなわけですよ。そこに対して横軸、横に貫くものがなければ、要は司令塔がなければ、全体的にそれぞれが動いちゃって調整する機能っていうものをもっと大きく持たなきゃいけないんですね。で、私たちが言ってるのが防災省を作るべきだという訴えなんです。例えばですけれども、この能登地震において、能登半島地震において国がどんな対応をしているかということを見てみると、まず総理大臣が現場に入るのがむちゃくちゃ遅いんですよ。むちゃくちゃ遅いんです。例えばですけど、世界のトップがどれぐらいの間隔でというよりもどれぐらいの時間がかかって現地入りしているかということを見てみると、国会質疑でも使ったんですけど、2011年の2月にニュージーランドのクライストチャーチで地震がありました。国のトップが現地を訪れたのは当日です。台湾南部地震2016年2月当日にトップが入ってます。インドネシアのサイクロン、2021年4月では4日後にトップが入ってて、インドネシアの西ジャワでの地震2021年11月では翌日に入ってるみたいな話なんです。どこの国でもさっさと入るんですよ。この中で唯一、時間かかったなっていうのが1個あって、それがハワイのマウイ島の山火事、去年の夏ですね、あったんですけど、それでも10日後で、一方岸田さんはって話なんですけど、どれぐらいかかったかなってことを見てみると、なんと8歳13日後初めての現地入り。これはもう事前に入らないでおこうってことを取り決めてるんですよ、与党と野党で。で、その理由は何ですかって言ったら、いやもう道路むちゃくちゃやんかって、これなかなか俺たちが入ったとしたらこれ周りに迷惑かけるだろうみたいな話なんですけど、必ずしも地上に足を踏み入れなくてもいいわけですよ。例えばだけども、さっさと行って被害状況を空から確認した上で、これは補正予算が必要だとか、さらに自衛隊を送り込まなきゃダメだとか、ある意味で空から見た被害状況ってもので一定把握をした上で、さらなる支援をしなきゃダメだっていうふうにこの国のトップが感じなきゃダメな場面なんです。それだけじゃない、その他の与野党の党首もそうですよ。この予算で足りるはずないだろって、現地見たかって、だからこそもっとつけなきゃダメなんだ、補正予算をとにかく組め、もっと人員が必要だ、こんなことが必要なんだってことをそれぞれがいろんな議論をしていく、予算という衆議院参議院で行われる時期なんだから当然見なきゃダメですよ。で、私が言ったら迷惑系 YouTuber と同じ扱いを受けるっていうね。で、あいつ被災者のカレーを奪って食べたらしいみたいな話になって、違う違う、民間の方が炊き出しをされてカレーを住民の方に配られて、全員その場にいた人たちに行き届いて、余りを持ち帰った分をそのボランティアのスタッフがみんな食べて、余りのものがあって、このままだったら廃棄になるかどうかっていうところに私がいて、夜の9時ぐらいに食べませんか、美味しいのできたからって言われて、いやいやいや、いや食料は持ってきてるから、いやそんなこと言わずにって、そうですかって、でいただいたっていう話なんですけど、どうやらネット界隈とかでは、被災者がカレーを食べるために長い列を、ね、作って、その列に割り込んだ山本太郎が
カレーを手にし普通ですよね。炊き出しをね、私あの NGO やってたんで、あの災害の支援側でね現地入ったりしますけど、普通ですよ。こうボランティアの方来てくださって、一緒にね炊き出しのご飯食べてって、みんなでやっぱりそこ、まあね、あのよくしていこう、みんなに配布していこうってするわけですからね。もう今更ボランティア足りないとか言ってるじゃないですかね。そうでしょ、うん、で山本がカレーにしたのが最後の一食だったと。でその後ろの被災者の方が食べたかったのにとこう泣き崩れたみたいなね。あいつは被災者の一食を奪ったもう鬼みたいなやつだみたいな話が広がっちゃってるっていう。えちょっとストーリーだいぶ変わってるんですけどみたいな。えどんな編集が一体加えられたのみたいな話なんです。そんなことです。あまりにもひどい話なんですけど。でちょうど1月の5日6日私が現地入りする前ぐらい、私はもう向かってます現地に。その前に、永田町の中でみんな防災服着て、何のコスプレか分かりませんけど防災服着て現地には入らないようにしようっていうような、なんか話し合いが行われたらしいんですけど、その話し合いにも呼ばれてないし、で自分はもう喉ハト入ってるしみたいな状況だったんですね。はい、非常にバカバカしいなと思います。やっぱり、これから予算という議論が始まっていくって言った時に、一番大変な現場の状況を多くの政治家たちが自分の目で見て声を聞くという作業をしなければ、これは十分に必要な支援を届けるということに関して、やっぱりここは政治家の出番だろうというふうに私は思ってます。でね、その後国会とのやり取りがあったんですけれども、例えばですよ、能登半島の先端珠洲市というところがございますけれども、そこで初めて、珠洲市で必要な1日3食基本的にみんな食べるけれども、1食あたり何食必要ですかってことなんですけど、これだけ必要なんですよ、2500食。その能登半島の珠洲市で初めて自衛隊が炊き出ししましたっていうのはいつですかってことなんですけれども、1月1日の元日に発災し、炊き出しがあったのは1月の6日なんですよ。で、たった100食しか提供されてないんです。お前その100食のうちの1食をカレーを食べたんだなって話にすり替えられちゃうんですけど、それとはまた別、私がカレー食べたのは違う場所で、話戻りますよ。1月6日に100食しか準備できてなかったんです。まあそれはしょうがないかもしれない、ある意味で。だって食料をちゃんと送ってなかったんだから、事前にちゃんと炊き出しをしよう、全員に食料が行き渡るように、準備をしようということから始まってないから、自衛隊もものすごい大変、自分たちが持ってるものをなんとかみんなに配れるように炊き出しをやってくれた。自衛隊は優秀でも、それを使うやつらが間抜けってことなんです。で結局ね、この珠洲での炊き出しっていうのは、その後2500食必要なところ、1食あたり2500食必要なところを自衛隊は1日で1640食作れるようになったんですけど、足りてないじゃないですか。もう2週間3週間経って1640食しか1日で作れないって、1食分にも満たないんですよ。じゃあ誰が埋めんの、その足りない部分を、つったら民間なんです。で民間の人たちも本当は重機を入れて、本当は瓦礫の撤去とか復興を進めるためにいろんなことをノウハウを持った人たちが入ってんだけど、食事が足りてないんだったらここだなっつって、一緒に炊き出しの準備をしちゃってるっていう。これある意味で復興を遅らせてんのは誰かっつったら、国以外の何者でもないんですよ。他にもあります。石川県の能登町、炊き出しが初めてあったのはいつか、1月28日なんですよ。遅すぎません？すごいでしょ。でその時に提供されたのは300食だから、むちゃくちゃなんですよ、はっきり言って。でもう一個だけ言っていい？被災地入って分かったこと、お手洗いどうするんですかってことなんですよ。上下水道が通ってない状態でトイレができるところって結構限られてるってことですね。水が通ってて下水が通ってるところもあるんだけど、超それはもう限られたところで、あとは、仮設トイレ。でも仮設トイレが置かれてるところって公的施設、市役所だったりとか体育館だったりとか、そういうところに設置されてて、人々が住んでるところにはどんどん設置されるってことはないんですよ。ってことはトイレを我慢したりとか、トイレ我慢しないでいいように水をあんまり飲まない、食べない、ご飯食べないっていう人たちも出てくるわけですよ。私が行った時には高齢者の方がそういうことをしてると、15分かかって避難所のとこまでトイレ借りに行ってるっていう人がいたんです。トイレの問題ってことで、一番必要なもの、トイレ問題に関して何かって考えたら、在宅で避難してる人、避難所に入ってない、いろんな被害があった家で今も暮らしてるっていう人たち、どれぐらいいるんですかってことになるんですけれども、国に聞くと県の発表を数として教えてくれるんです。これ内閣府が把握している在宅避難者数なんですね。で珠洲と輪島と石川県全体で見ると、珠洲が623人、輪島が1450人、石川県全体で487人、こういう数を出してくるんです。ほんまにそんな少ないんかって話なんですよ。これを直接例えば珠洲市に問い合わせてみると認識が違う。何か珠洲市の危機管理室が把握しているという数を聞くと、珠洲市内の在宅避難者数は2419人なんです。全然違くない？県の発表623ですよ。一方で、珠洲市の危機管理室は2419だっつってるんです。
おかしすぎるじゃないですか。どうしてですかってことなんですけれども、これは県のサイト、県の、私は在宅避難者ですってことで登録した人たちの数だって。じゃあ登録できてない人たちどうなんのって言ったら、把握してませんって話になるんですよ。むちゃくちゃじゃないですか。どうやって支援するのそれ。必要な物資送るって言ったって数確定できませんよ。この数で送られても実際はこの数いるんだから圧倒的に足らないってことになるでしょ。で必要になるのが何か、在宅で避難している人たちはお家の便器を使って、もしくはバケツだったりいろんなものに袋状のものをかぶせて用を足した上で凝固剤を巻いて、その口を縛るっていう形で携帯トイレっていうのが非常にありがたがられるんですよ。まあ箱に入ったこういうものですね。でもこの数が足りない、現場で活動している NGO の方々は口を揃えて言うわけです。じゃあどれぐらいの数が必要になるかってことなんですけれども、まあ大体1日みんな何回ぐらいトイレ行きます？5回6回当たり前でしょって考えたら、この人数で1人当たり5回6回、つまり 623×6 とか5とかということで見ていきながら物資を入れるっていうことをやっていかなきゃいけないんだけど、実際の数はこの数で把握されてるわけだから、国が 623×5 で数を準備して送ったとしてもこれ足りないわけですよ。圧倒的にこっちにかけなきゃダメなんだってことです本当は。でね、ちなみになんですけれども、1人が1日6回トイレする前提ならば、最低でも、これは珠洲市が把握している数で考えたら、最低でも携帯トイレの提供は1日あたり 14,514 個必要になるって。携帯トイレの数が1週間では101,598 個、1ヶ月で 435,420 個必要になるよって。市が把握している数で1日のトイレ何回ってことでかけてみたら、これぐらいの数が必要になるんだけれども、実際にトイレどれぐらい入れてますかっつったらこっちなんですよね。元日に発災をして3月の後半までに届けられた携帯トイレの数はっつったら60万個しか届いてないんです。しかもこれは石川県全体にですよ。60万個しか送ってない。一番提供された時でも1月の10日前後で3万個から6万個、3月の16日一番質問に近かった、国会質疑に近かった3月16日で直近に提供数が4000個。もう一回見ましょうか、何個いるかって。はい、珠洲市の危機管理室が把握している数で考えると、珠洲市だけで1日1万4000個いるんです。1週間で10万個いるんです。1ヶ月で43万個いるんです。なのに地震があってから3月の真ん中までに60万個しか遅れてないんです。石川県全体に圧倒的に足りてないでしょこれ。おかしいじゃないかっつって、で3月で投資で見てみると6万個程度しか遅れてないんです。おかしいでしょこんなのっていう話なんですよ。いやもう漏らしたらええやんの世界でしょこれ。そこら辺でやれやですよ。そんなことになったとしたら、これ感染症とかいろんな病気広がったりとかっていう恐れもあるわけじゃないですか。で何よりも生きた心地しないですよ。自由にトイレ行けないんだもん。常にトイレのこと考えてるっていうようなことになっちゃうっていうね、むちゃくちゃ。だから何かって言ったら話戻るけども、台湾の事例最高。それはむちゃくちゃいいねって言えるのは日本がこんな状態だから。そりゃそうですよ。太平洋戦争の時でも6割餓死させてるんですからね。その国そのまま続いてるじゃないかって話ですよこれ。ひどい話だぜ本当に。なんとかしたいよねって。一番この国で困っている人たちに対しての手当てっていうものさえもこんな口ではものすごいこと言うんです。見てみてください。はい、地域のコミュニティが守れるんだろうかという不安に応えなければならないって。もう全然そんな気ないやろほんまは。被災者に寄り添い、できることは何でもする。嘘を言うなや。被災者の皆様が一日も早く元の生活を取り戻せるよう先頭に立つ。遠く行き過ぎてもう姿見えませんよ。どこ行っとんねんって。アメリカ行くって。アメリカ行ったって。残念ですね本当に。だからもうこれって岸田さんだからじゃないんですよ、自民党だからなんですよ、はっきり言っちゃえば。だからもう変える以外方法がない。いつあるか分かんないでしょ、首都圏直下だって。いつあるか分かんないでしょ、南海トラフだって。だから今回のこのケースをもう最大限なんとかするっていう気持ちで取り組んでもらわないと、おそらく国としては南海トラフあった、首都圏直下あった、まあしゃあないよな、食べ物届かないとか人が死ぬとかはっていうぐらいの割り切りでやってると思うんです。恐ろしくてしょうがない。だからもうこの災害対応1点だけでもこれひっくり返さなきゃいけない理由になるというふうに思ってます。ありがとうございます。